こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は虚心です。これは何らのおもんばかりも入れぬ空虚な天然自然の心、すべてを受け入れ平等一枚の世界のことを言います。それでは今から虚心を楷書で書いています。それでは今から虚心を草書で書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。